もぎたて、とれたて、今が旬のはーちゃんこと片山遥香です。アイドル好きのはーちゃんですけれども、はい、はい、80年代の好きなアイドル、はい、教えてください。松田聖子さんです。はい、最も好きな歌はどういう、は、赤いスイートピーとか、青い珊瑚礁とか好きです。あのお母さんがよく聖子ちゃんの歌を聴いてて、でいいなと思ってて、でなんか自分の中でも今の曲よりも昔のなんかリズムの方がしっくりくるんですよ。 AKB のさ曲も結構そういう感じの曲多いじゃない、はい、制服が邪魔をする曲が、はい、好きなんだ。ああ本当、はい、あの曲すごい好きなんですよね。そうなんだ、はい、王道のアイドルになるための努力みたいなのしてるの。はあ、よくなんかコンサートの DVD とか見て、うん、どうすればこんなになるのかなと思いながら見てますね。うん、あと声とかも可愛い感じが、うん、私声低いんで、うん、そうちょっと気をつけてるんですけど、うん、家で練習したりするの？そういうの。あ、でもあんまり普段を気をつけようかなと思って、はい。じゃあ普段は1オクターブ。1オクターブ。ぐん喋ってますよ、はい、っていうことですね。はい。というわけで、片山遥香さんのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。公演見に来てください。バイバイ。